そして今、同じフォームをさせる強敵現る。戯れの時は終わったのだ。バキよ、見てみ、ピクルの構え。ああ、そっくりだ、ハンマ裕次郎と。いや、それより何があった、かずみさん。よくぞそこまでのしなやかさを。迷いはない。今刹那、ピクルの脳裏をよぎったものはライバルティーレックスの振るう鋼の王。今や繰り出す技のすべてに最新の方程式は当てはまった。空手家オロチ克実、21歳の夏、灼熱の時。あれほどの犠牲を払わなきゃダウン一つ奪えやしない。俺はまだ使っちゃいない。俺だけが掴んだ、俺だけのマッハ。まだあるというのか、この先が。来いよ親友。当てることだけを考えてきた。強く当てること、早く当てること。当てて効かせる。そう、効かせるため筋肉を備えた。効かせるため脱力ゆるを備えた。効かせるため決して曲がらない骨をイメージで無知にまで変えた。そして生まれた最新最強最善最良、今最も進化したオリジナル。俺自身が驚いてるんだ。だってよ、打ち当てることだけを考えてきた日々、そうして最後にたどり着いた最終形態が、だろうことか当てない打撃だったなんて。そして手にしたさらなるマッハ、さらなる衝撃波。そりゃそうだ、無知でもない、多感説でもない。